ろんなことしたね。せっかくだし今年を振り返ろう。いいね。まずは僕たちの初めての動画。うわ、懐かしい。まだ僕たちが小さかった時だね。チョコパンくんからバトンタッチした記念の動画だね。エイプリルフールだから嘘かと思ったよ。僕もびっくりした。でも今こうやってみんなとお友達になれて本当によかったな。そうだね。お、パトロールごっこしてる時の動画だ。この時初めてノイズが出てきたんだよね。そして僕のお菓子返せ。だったか。そんな昔のこと覚えてねえよ。お菓子は美味しかったけどね。覚えてるじゃん。返せ。じゃあね、グッバイ。ああ、2人ともどこか行っちゃった。お、僕たちが少し大きくなった時の動画だ。たくさん遊んでたら急に大きくなったんだよね。不思議。そしてこの頃からチャックがついたんだよね。中身は内緒だけどね。くっそー、またノイズに逃げられた。おかえり。ま、これ BB が出てきた時の動画だ。本当だ。大好きなペロペロチョコ食べようとしたらいきなり出てきてびっくりしたよね。やっぱりいきなり来るんだね。たまたまお散歩してたら美味しそうなチョコ食べてたから、僕も食べたいなって思って。なるほどね。チャンさん、この時から BB に甘いよね。そんなことないよ。ねえねえ、おやつ食べたい。しょうがないな。ダメだこりゃ。あっちにあるから取りに行こう。お、この動画は確かクマが初めて出てきた時だ。懐かしいわね。あの時サンさんがスイーツを作ってたからつい声かけちゃったのよね。クマっていつも何してるの？私もいろんなおもちゃで遊んだりゲームをしたりしてるわ。ゲーム。そのうちみんなでやりましょうね。それじゃあお買い物に行くわ。またね。またね。ビービー、おやつ食べたら寝ちゃった。おかえり。いろいろと振り返って思ったんだけど、ノイズもビービーもドクモもみんなちょっと変だよね。クモリンもね。夏には見てくれてるみんなにプレゼント企画をしてたくさん応募を送ってもらったよね。あんなに喜んでもらえて僕も嬉しかった。嬉しかったね。そしてもっとみんなに楽しんでもらえるようにクイズを入れ始めたのもこの頃だよね。ソーダおじさんに飛ばされ始めたのもこの頃だよね。いつもクモリンが狙われるよね。本当だよ。僕じゃなかったら大変なことになってるよ。そうだ。わっ、びっくりした。来年はあんまり飛ばされないように頑張る。頑張ってね。あ、この頃から僕たち LINE も始めたんだよね。みんなと直接お話できるようになって、毎日お絵かきやメッセージを送ってくれて本当に嬉しい。いつもみんなからのメッセージ楽しみにしてるよ。最近は動画を送ってくれる人もいるんだよ。すごい。これからもみんなのメッセージ待ってるよ。そして最近だとクリスマスに生放送だよね。みんなと生電話、すっごく緊張した。僕はすっごく楽しかった。もうビールでお話ししたかったな。また生電話やろうね。はい、もう2018年。ビービー起きたんだね。まだ2018年じゃないよ。来年はもっと面白いことをしてやる。いいだな、ノイズ。来年は簡単に僕のお菓子は渡せないぞ。望むところだ。あなたたち、みんなにちゃんと挨拶はしたの？あ、そういえば、まあ、おっちょこちょいなんだから。ごほん、みんな、今年一年応援してくれてありがとう。来年もいっぱい楽しい動画をみんなにお届けするよ。私たちみたいに楽しく遊んでね。わがままは言い過ぎちゃダメだよ。いたずらするやつにはお仕置きで。それノイズが言う？いっぱい僕たちの動画を見てくれてありがとう。来年もよろしくね。それでは最後に、よいお年を。そうだ。わー、今日のお絵かき。毎日みんなのお絵かきを楽しみにしているよ。みんなにも紹介するね。
書いてくれてありがとう。面白いと思ったらグッドボタンを押してね。ポチッ、グッドボタン。僕たちとお友達になってくれる人はこのボタンを押してね。ポチッ、ベルを押すと新しい動画をお届けするよ。使ってほしいおもちゃがあったらコメントで教えてね。俺どんな遊びしたっけ。ポチッ。